ポンタです。ジョーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もニューヨークと日本の二元中継でお送りします。さて、今日は朗報というか、いい話題ですね。いい話題ですね。どうやら愛子さまが、イケメンとなんか、おそっち話をでしすてか。いると、キャンパスの中で。そっちから行きますか。いきます。どうもはね、男性のね、男子学生とのご交流が最近あるそうで、い。いや、いいんじゃないですか。愛子様っ前、て、お忍びにデートの時も男子学生と交流あったじゃないですか。あれは結あ構れは。いいところでの人のね、あれだったんで、今回はね、そんなんじゃないんですよ。生田斗真さんにのイケメンだと言って、今時珍しいバンカラな男子学生なんですって。じ顔ゃあ、も学ランか硬派ななんか着顔てでるんです。すか？なんか学ね、ランかなんか着て。そう。で、最近ね、交流のある、男子学生も、愛子様からはちょっと想像しにくいんですけど、茶髪の人とかこういう人が結構周りにいるらしいですよ。だから今一般的にそういう人が多いから、別に真っ黒髪の人を探そうが大変だったりするんじゃないですか。そんなで、ことなそいでれすかね。で、今回の生田斗真さんは、真っ黒けの黒髪、黒い髪で、で、硬派な顔だし、ちょっと、黒髪。黒髪か。黒髪で、今時珍しいバンカラって、ちょっと時代に逆行してんのかな。そういう意味で言えば。だからそういうふうに。巨人の星みたいな感じですかね。なんかね、そういう人と、談笑してるとこが見られてるらしくて。しかも、いいんじゃないですか。いろんな人とお付き合いなさった方が年下のいいです男子学よ。生って言うんですからね。すごいですよ。そう、国民のいろんな面を見た方がいいので、いいと思います。もうそろそろね、卒業になりますからね。それで、で、これ、一つはですね、いよいよ卒業会見が行われるかっていうところですよね。それはなかなかいいですよね。で、素敵じゃないですか。今までね、変な話ですけど、愛子様ってあまり表にこの情報が出てこない。ある意そうです味、ね。二十歳の時の会見ぐらいでね。あまり、メディアが触れたくないっていう部分もあったらしくて、どうやら。隠しておきたい人だったのですか？何ですか？よく要わかすんるない。に、まだ公務をそんなにやってなくて、どういうんですかね。で、あと、一番タブー視されてたのは、この人が、愛子様が、やっぱり継ぐか継かないか。女性天皇になるかならっていうないか、かっていう。今までは男系男子だったから、この方が台頭してくると危ないとかって思われそうだったんですかね。やっぱりね、一つには皇位継承権って一応決まってるので、それの議論っていうのがなかなか難しい、そういう雰囲気があったらしくて、で、なんか、愛子さまが出てくると、その話がすぐ出てくるじゃないですか。で、私もそうですね。よく、これ、あまり認識してなかったんですけど、シカゴ様と比べると、シカゴ様と愛子様って決定的に違うのは、この方、愛子様は、年の宮っていう、あれ、号を持ってるんですね。自分で。で、そこが決定的に違う。つまりね、やっぱり本家筋の、娘さんなので、本家なんですよ。それはシカゴさんとは決定的に違うんですって。同じ女性でも。内親王対こっちは、言えば、ひょっとしたら継ぐべき、称号を持ってるわけですよ。敬宮っていう。つまり、女性がもし天皇になるとするならば、年は別として、順位的には、やっぱり愛子様が
上に来るんですよね。シカゴ様よりも。もし両方対象とするでしょうね。うん。はい、そう思います。で、そう思いますっていうか、それが事実だと思います。皇室典範が変わらない限り、まあ今その議論ができないけど、もし皇室典範が変われば、これはまあ、決定的に、ひょっとしたら、順位が、皇室、皇位継承順位が変わるかもしれないですよね、下手したら。そこまではいたって。だから一番になる、一番っていうか、だから、うん、江ノ宮さんの次になるってことでしょ？江ノ宮さんはひょっとしたら飛ぶかもしれないですよね。うん、まあ江ノ宮さん自分がならないって言ってるしね、もちろん、もともと。江ノ宮さんに、次になる。江ノ宮さんがもし天皇になればですよ、それの息子は、英知様だから、そのまま行くんですけど、ひょっとしたら、今の天皇の娘さんが、そのまま、すっと入ったら、一番本当はいいわけですよ。順番に。もう、はい。そう思います。そういう意味で言えば、皇室典範が変わって、全部まあ、変えてくれたらいいんですけど、そしたら、順番として、いや、愛子様に、ということになれば、一番いいんですけどね。まあ、そこまで議論は言ってないけど、公務をやるっていう、もう、決まったも同然、要するに、日本、赤十字社に務められますけど、公務をやると。まあ、で、その部分について、卒業会見、卒業します。赤十字社に働きます。はい、それと同時に、公務をやります、はい、ということになればですよ。はいはい、これは公務やっていくっていうのは、天皇陛下、皇后様、助けますというか、公務としてね、私も頑張りますっていうのもあってのことなんですけど、一つなんか最近話は聞いたのは、摂政っていうものがあるらしくて。ああ、そうですね。聖徳太子。うん。で、天皇陛下皇后様を、まあ、支えるっていう形で、例えば、もう少し年いって、はい、天皇陛下が少し弱ってきたような時に、代替わりではないですけど、まあ、摂政として。だから代わりに、うん、祭りごとを司る。そう。まあ、当時はね。うん、今は祭りごとは司らないですけど。うんうん、まあ、でも、要するに、天皇陛下の代わりに私が、代わりますと言って、いろんな行事を、愛子様がやるようになるかもしれない。中の様子もだんだん見えてきてて、大学の中の話も出てきてるじゃないですか。はい、期末試験とかの話も出てきてるし。ああ、ね、うん、素晴らしいね。うん、語学業に対する姿勢とかね。うん、あと、あれですね。成績も優秀で、語学も堪能でいらっしゃって。英語など、うん。卒業筆記試験っていうのもなんか受験されたって言ってね、出てますけど、あと卒業論文の話も出て、いっぱい出てますけど、はい、まあ、はい、その担当の教授がすごい絶賛したっていうので、辛口教授が、はい、これもね、なんか、はい、うん、あと英語も、なんか、そう、英語も流暢に話されるというふうにね、書かれていましたけど。さすがに雅子様のお嬢様だけあって。うん、さすがに雅子様のお嬢さんなんで、英語で堪能で、さすがに、まあね、私らは知らなかったですけど、勉強されてたんですね、やっぱりさすがに。そうですね、きっとね、うん。うんうん。ひそかに、まあお母様が教えてらっしゃったのか、それはわかりません。あれ、うん、うん。すごいですね。頼もしいですね。うん、はい。で、まあ、愛子様のね、話で続きを言いますと。お食事会に出席されるというのは、9日に、天皇皇后両陛下が、はい、ケニアのルト大統領夫妻と面会した後に、皇居の宮殿で開く昼食会に、初めて同席されることが発表されたそうです。宮内庁の方から。で、はい。これは、こういう公式の行事にね、出席されるのは、愛子様初めてですけど、9日のその昼食会には、英宮様も同席予定ですと。ただし、紀子様は胃腸の具合が優れず、取りやめられました。残念でしたね。
まあ、あれですかね、最近また H 様のことがいろいろ言われているので、うん。意外と悪くなってしまわれたんでしょうかね。ええー。で、まあ。はい。うん。まあでもね、キイコ様出られなくてよろしいですから、愛子様がどんどんもうこれからね、はい、そうです、そうです。公務やっていただけるので、はい、別に何も不具合はありません。はい、今後ともね、こうやって公式行事に、はい。今後ともお休みください。休まれて、愛子様が、はい、やっていただけますから。もう愛子様ね、はい、今後公式行事ね、どんどん出ていただけますから。はい、で、若いのでね、天皇皇后、両陛下のね、遠いところ、特に去年の中南米のペルー、あれ、シカゴ様が行く理由の一つとしても、やっぱり天皇皇后両陛下とね、お年で大変だというのでね、その移動時間が。やっぱり若いシカゴ様がっていうのも一つの理由だったって聞きましたから、それだと、愛子様ね、あと、第二外国語のスペイン語、中南米たらもう、ぴったりじゃないですか。いや、ほとんどスペイン語ですからね。まあ、うん、ブラジルはポルトガル語ですけど、うんね。まあまあ、そういう意味でね、はい、英語もできる、スペイン語もできるっていうんだったら、もう、鬼に金棒。これで公務やっていただけるんだったら、ね、しかも若い、シカゴ様に若いし、活動範囲も広いでしょう。それだと、はい、これからの公務はね、愛子様がどんどんバリバリ表に出ていただいてですね、やっていただけるということで、はい、これはそれのもう第一弾としての公式行事のこの昼食会。はい、久しぶりの朗報ですね。ねえ、はい、うん。で、しかもね、男子学生のイケメンの生田斗真さんとの、話も出てきましたから。これは、はい、うん、あれですね。今までちょっとね、あまり情報が、愛子様にはなかったですけど、これからはね、どんどん出てくるということで、まあ、ゆくゆくは、天皇皇后、まあ、開かれた皇室でいいんじゃないですか。両陛下がね、ちょっと、お年を召してきて、っていうので、摂政っていうのも、ありかということも、記事で出てきてますから。なるほど。まあ、摂政から天皇になることも可能になるかもしれないってことですね。そうですね。その時に、その、愛子様の、そのね、ご公務ぶりから、やっぱり、愛子様がそのままついていただいた方がいいっていう風に、国民感情としてね、あれば。そうですね。うん。その方、うん、今でもそう、そういうふうに思ってる人の方が多いと思うんですけどね。それが実際にそうだと、皆さんが、同意して、ね、やっぱり、愛子様がぴったりだと、愛子様がいいというふうに、愛子様の方がいいというふうになれば、これはそのまま、天皇陛下、女性天皇としての、ね、道が開けると思いますね。うん。はい。うん。はい、ということで、私たちも応援していきますので、応援します。皆さんも応援してください。はい、というところで、はい、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。